皆さんこんにちは、ウプ主のシュラウドです。皆さんこんにちは、アシスタントのシュラミです。今回はこちら、AMD のフレーム生成技術、AFMF2 を試していきたいと思います。AFMF2? はい、今年1月に AFMF というのが使えるようになったんですが、その時にあった色々な懸念点を今回 AFMF2 が改善したみたいなので、改善された AFMF2 を見ていきたいと思います。なるほど、それは楽しみね。もしこの動画が少しでも参考になったら、ぜひ評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それでは行ってみましょう。ではまずは AFMF について簡単におさらいです。正式名称 AMD フルイドモーションフレームスといって、フレームレートを上げてスムーズな動きを実現するために設計されたフレーム生成テクノロジーになります。この AFMF の良い点として、ゲームを選ばないっていうところがいいですよね。基本的にどんなゲームにも対応できるので対応ソフトなどを探さなくて良いのも使いやすいところだとは思います。ただし、FPS ゲームのような動きの激しいゲームの場合、画面のブレや入力遅延などが懸念されていたのですが、今回の AFMF2 はそれらを改善したということなので、それがどのくらい変わったのかも見ていきたいと思います。まずは改善された点からですが、これら4つの改善点があります。まずはフレーム生成時間を短縮と高速モーション時の生成品質を向上についてですが、今までの AFMF でフレームを生成するのにかかっていた時間より短縮して生成できるようになり、結果的に入力遅延もカットされるということになります。例えば FPS ゲームのように銃を撃つようなゲームだった場合、今までマウスを押してから画面上に弾が発射されるまでにあったわずかなラグがあったのが改善されたり、あとは素早い動きの際にフレーム生成が追いつけなかったりなどが改善されたみたいです。この辺は後ほど実際に検証する際にどのくらい変わったのか見ていきましょう。今まではフルスクリーンにしか対応してなかったのですが、今回よりボーダーレスフルスクリーンにも対応するようになりました。ただしこちらは RDNA3 世代ラデオン RX7000 以降限定となります。こちらは省電力機能なのですが、動きの少ないシーンでフレームレートを抑制、また画面が動き始めたら制限解除といった具合に、GPU 使用率をシーンに合わせて制御し、グラフィックボードから必要な処理性能だけを引き出して、消費電力と発熱を抑えられる機能となります。で、この AFMF2 が使用できる環境についてですが、ラデオン RX7000 シリーズ RDNA3 世代、ラデオン RX6000 シリーズ RDNA2 世代、ラデオン 800M グラフィックスシリーズ RDNA3.5 世代、ラデオン 700M グラフィックスシリーズ RDNA3 世代、となっています。RX6000 シリーズから使用できるので、最新の7000シリーズでなくても使用できるのはいいですね。続いて AFMF2 が適用できるゲームについてですが、OpenGL、Vulkan、DirectX11、DirectX12 のグラフィック API で動作するゲームタイトルなら、AFMF2 が適用されます。では続いて実際に AFMF2 をインストールしてみましょう。シュラララ。それではインストールをしていきます。動画作成時点ではまだプレビュー版ドライバとなるのですが、AMD の公式ページからダウンロードしていきます。こちらのページについては概要欄に記載しますので気になる方は後ほどインストールしてみてください。こちらのプレビュードライバーをダウンロードしたら、画面に従ってインストールをしていきます。インストールが終わったら AMD ソフトウェアから Hyper-RX を有効化します。グラフィックス設定の項目から AMD フルイドモーションフレームス2を有効にしてください。設定はこれだけになります。すでに AFMF をオンにしていた方は一度 AFMF2 をオフにして再度オンにすると、このように検索モードとパフォーマンスモードが表示されるようになるので、用途によって設定を変更してください。AFMF の時もそうだったけど、設定自体は簡単でいいわよね。ですね。では実際に検証していく前に今回使用するグラフィックボードのご紹介です。今回使用するグラフィックボードは ASUS Dual Radeon RX7700 XT OC Edition 12GB GDDR6 になります。こちらは2024年3月に発売となった商品で、動画編集時点で最安65,800円のグラフィックボードになります。RX7700 XT ってどのぐらいの性能なの？ゲームにもよりますが、メインターゲットは WQHDR はフル HD で高リフレッシュレートを出したい方向けのグラフィックボードになります。こちらの ASUS Dual の特徴としては、バリアリングで下向きの空気圧を高めたアキシャルテックファンを2基搭載、スリーブベアリングに比べて最大2倍の長寿命を実現したデュアルボールファンベアリングを採用。映像出力は HDMI 2.1×1、DP2.1×3。専用ユーティリティ GPU TWEEK3 でパフォーマンス調整、温度制御、システム監視が可能となっています。見た目は全面ブラックで黒パソコンにはとても似合いそうなカラーリングです。カバーはプラスチック感があります。LED はないので特に光ったりもありませんのでパソコンを光らせたくない人にはいいパーツかと思います。補助電源は8ピンが2個です。裏面のバックカバーもあるので放熱もしっかりしてくれそうです。今回の検証機は AMD Ryzen 7 7800X3D に X6701 チップセットマザーボード。メモリは Crucial DDR5 Pro 6000MHz16GB×2 枚。GPU は ASUS Dual Radeon RX 7700 XT OC Edition 12GB GDDR6。で、検証をしていきたいと思います。Final Fantasy XIV 黄金のレガシー。まずは FF14 ベンチマークからやってみました。解像度は WQHD で設定は最高設定になります。映像は左から AFMF なし、AFMF、AFMF2 の順となっているのですが、FF14 ベンチマークに関しては FPS の差がありませんね。AFMF 自体がベンチマークじゃなくてゲームそのものに影響するのかもしれませんね。フレーム時間に関しても大きな差はない感じです。では次。サイバーパンク2077。続いてはサイバーパンク2077になります。解像度は WQHD のレイトレーシングウルトラで計測しました。こちらは先ほどの FF14 ベンチマークと違い、AFMF なしと AFMF ありだと明確に差が出てますね。また AFMF と AFMF2 でも、ちょうど今のシーンぐらいだと差が出ているので重いゲームとかだと差が出るのかもしれませんね。AFMF なしと AFMF2 では倍ぐらい FPS が違うわね。そうですね、シーンにもよるのかもしれませんが結構差が出ていますね。また本来であればベンチマークの最後に平均 FPS と最低 FPS の結果が出るのでそれをお見せしたいのですが、この AFMF の FPS なんですが、AMD ソフトウェアでしか FPS が出ないんですよね。なのでゲーム上の FPS と AMD ソフトウェアの FPS 表示がずれるんです。確かにずれているわね。まあでも FF14 ベンチマークでは差が出なかったのにサイバーパンクでは差が出たのは検証としては良かったのかもしれません。では次。シティーズスカイライン2。続いてはシティーズスカイライン2です。こちらは解像度フル HD で設定は高、10万人の都市での計測となります。このゲームも激重ゲームなのですが、こちらもやはり AFMF なしとありでは差が出ていますね。ただ、AFMF と AFMF2 の差はほとんどない感じです。確かにさっきのサイバーパンクは差があったのに、シティーズスカイラインの方は全然差がないどころか AFMF の方が高いわね。一応同じようなところで画面を固定したのですが微妙な車の流れとか人の流れで FPS が変わってしまう可能性もありますし、もしかしたら AFMF2 がシティーズスカイラインに最適化していない可能性もありますね。この辺は AFMF2 がまだプレ10版ということもあるかと思います。確かにそれはあるわね。ただ AFMF があることで激重のシティーズスカイラインもある程度快適にできるっていうのもすごいですけどね。確かに。では次。Apex Legends。では APEX もやっていきましょう。解像度は WQHD で設定はこうなのですが、なぜか AFMF を入れたら FPS が144上限になってしまったんですよね。なのでこれは訓練場でのバンガウルトを検証してみたんですが正直あまり参考にはならないかもしれません。ちょうど今ミサイルが落ちてきました。AFMF の方は144を切ることもないですが、AFMF がない方は一瞬144を切っていますね。この辺は AFMF の方が安定して144を出せてるってことですね。で、今回 APEX で気になったものがこちら。実際に激しく動きながらの銃を撃った時のフレーム生成の感じを見てみました。まずは AFMF から。久々の APEX で弾が当たらないのはご了承ください。屋外だとあまり感じないのですが建物が多いところだとたまにカクつくように感じる時がありました。続いて AFMF2 の方です。AFMF の時に比べるとやっていて違和感はあまり感じれなかったんですよね。おそらくフレーム生成が速くなっているっていうこともあるかと思いますが、打っていてやりやすいなと感じました。もう一度 AFMF。AFMF2。この辺の感じ方は個人差もあると思いますが私の目には AFMF2 の方がやりやすいなと感じました。ということで今回は ASUS Dual Radeon RX 7700 XT OC Edition 12GB GDDR6 を使って AFMF2 を試してみました。あんた的にはどうだった？そうですね、AFMF2 がまだプレ10版なので正式版が出たらより良くなるかもしれませんが、それでも AFMF に比べて FPS ゲームなどがよりやりやすくなったんじゃないかなと思います。来年には新しいモンハンモデルみたいなんですが、その要求スペックが結構高いので、AFMF2 のようなフレーム生成技術でスペックをカバーしたりできるかなとも思いました。確かにそれはありかもね。ということで本日はここまで。もしこの動画が少しでも参考になったら、ぜひ評価、チャンネル登録よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。シュラララじゃんけん、じゃんけん、ポン。またね。